久保さん今回は死にしましょうか死、まあ、僕たちは生まれた瞬間から死が確定してるんですけど、まあ、特攻隊の話が出てたんでね多分、まあ、特攻隊のまあまあ治安のねあの、まあ、手紙、まあ、全部僕は読んでないんですけどもちょっと目を通すとやっぱそのお国のためというよりかはうんなんだろうな、まあ、家族に対しての感謝の気持ち恋人に対しての気持ち 日本を愛しています。日本のために死んでいきます。日本、まあそれを主軸として書いてる手紙ってあんま少ないんじゃないかなと。まあ全部読んでないんで分かんないですけどね。ただ、最後の手紙っていうのは自分が魂、自分が本当に心から思ってる人のに対してのメッセージが書かれてるっていうのが傾向として多いんじゃないかなと思います。で、まあ僕たちっていうのはまあ絶対、まあ死ぬわけですよ。絶対死んでいきます。絶対です。 これはは永遠の命はないで,すよでその死んでいく中で、えーまあ、どんな人生を送りたいのかっていうのを自分に問いかけてみた時にうんじゃあ貧困のまま死にたいのか。 何もまああそこに行きたいなと思ってても行かずして死んでいくのかそれともこれを手に入れたいなと思っても手に入れず死んでいくのかどっちがいいですかって言われた時にそれは手に入れられるものは手に入れたいだろうしまあ行きたいところに行きたいでしょうしでもそれを叶えていくというかそれを手に入れていくるのが人生ですしそれをもしそこに挑戦しないそこを諦めてしまうんだったらもはや うん生きてるまあ価値がないって言ったらあれかもしれないですけど自分がその願っているうん要は時間は有限であり死は確定しているその中で何かをうん自分が望んだものを手に入れていかないといけないっていうその賞味期限がある夢にも賞味期限があるし目標にも賞味期限があるわけですよ。でそこに挑戦しないそこにトライしないっていうのはなんか生きてんのかなっていう。 ねじゃあそちょっと言葉すげえ汚くて申し訳ないけどもしれないですけど植物人間の人と大した変われないんじゃないかなっていうど,どうですかね植物人間っていう言葉があって実際にもう息はしてるけれども何もできないっていう人いるじゃないですかうんそれはまあしょうがないっちゃしょうがないですよねもうだって何もできないんだからでもできるのに手も動くし話せるし目も見えるし 自分の意志でなんかこう触れるしでも植物人間の人ってもう何もできないですよね何もできないですよでもできるじゃないですかでそれでやらないっていうのはうーん本当にもったいないなと僕は思いますねその限られた命限られた時間しかないのにそこにトライしないっていうのは僕はもったいないなといつも思いますねいってらっしゃい